はい、それでは今回は肩こり、首こりに効く運動を一緒にやっていきましょう。今日は、タオルを使っていきます。ではタオルを両端持っていただいたら、まずはこのまま上に持ち上げてみましょう。上がるところまでで結構です。ゆっくり上げてゆっくり下ろしていきます。ではこのまま5回連続でいきましょう。1、はい、2、はい、ゆっくり動かしてみてくださいね。肩の調子はどうでしょうか。はい、それでは次が最後。はい、では一度下ろしましょう。はい、それでは次は上に上げた状態から体を横にゆっくりと倒してみましょう。脇腹から肩のあたりしっかりと伸ばしていきます。戻したら反対へどうぞ。呼吸を止めないようにゆっくりと。はい、もう一回ずついきます。はい、ラストです。はい、それではこのタオルを頭の後ろに引っ張ってみましょう。少し止めたら戻します。はい、肩甲骨の間に力をぐっと入れてストップ。はい、戻します。あと3回いきましょう。はい、あと2回。はい、ラストです。はい、では一度下ろしてください。はい、少し肩の力抜きます。はい、それではこのタオルを首にかけてみましょう。首にかけたら少し上げて前に引っ張りながら頭を後ろに倒してみます。少しずつ力を入れてゆっくりと引っ張って、はい、戻したら次はこのタオルを頭にかけて前に倒します。はい、ではもう一回ずついきます。首にかけて後ろです。はい、戻したら頭にして下に倒しましょう。このように簡単にね、肩周り、首周り動かせますので、ぜひしっかりとやってみてください。